鍵がかかっている。銀のナイフか。いや待てよ、こいつは食事用のナイフじゃねえか。遺産の中から見つかった年代物のワインだ。栓が開いてるな。グラスは一つしかないみたいだな。ナイフの柄の部分まで深々と刺さってる。これが致命傷なのは間違いないみたいだな。とりあえずこの部屋でわかるのはこれくらい見てだな。俺もメイリーさんとこに行ってみるか。
こや。メイリンさん、あたしよ。メイリンさん。誰もいないようだな。カズハちゃん。メイリンさんが消えた？一体どこへ？これは、こいつは15年前の香港の事件の調査書類だぜ。やっぱりメイリンさんもあの事件に関わりが。この状況だ。単なる朝の散歩とも思えんな。鍵がかかっているみたいだ。まだかすかに暖かいな。これはピストルを入れておくホルスター。なんでメイリーさんがこんなものを。これこいつは。ちゃうよ、これはきっとカズハちゃん。貸すんだ。現場のナイフと同じものか確かめて。あかん。おい、こら。俺が行って確かめてくるわ。そんでメイリンさんの容疑は晴れるやろし。平次、ほんま？泣きそうな顔すんな。お前メイリンさんのことを信じてるんやろ。アホ。そういうこっちゃ。こっちは任しとけ。お前には本命の方を頼むわ。おい、服部。本命か。メイリンさんの捜索は服部に任せるとして、俺は倉橋さんを見つけ出さねえとな。
鍵が開いてる。ここにはいないか。あの人が部屋を留守にするときはいつも鍵をかけると思ってたんだが。ん？あれは？これは倉橋さんの。執事のじいさんまでいなくなってるとは、いよいよこの家もしまいまで傾いてきやがったかな。しかしこうなるとラストシーンを見逃すのは惜しいって気がしてきたぞ。どうかな。え？いえ、あなたはラストシーンに立ち会えるかもと思いました。ほう、この事件もいよいよ最終コーナーを回ったというわけで、犯人は誰だとお考えですか？先生は確信はありますが、今はまだ言えません。言えませんか。まあ、今朝の殺人については他の2つの事件とは分けて考える必要があるからね。あの、それはどうしてです？そりゃ見ての通りだろう。まるでやり口が違うぞ。あら、珍しく意見があったわね。お前、メイリンさん、どこへ行ってたんですか？みんな探していたんですよ。現場は見たわ。ところで和彦君、あなたにちょっと話があるんだけれど。今回の連続殺人の犯人は執事の倉橋さん。ヤンさんとクライドさんを殺した動機は、俺が考えていた通り、亡き主人の息子和彦さんを守るため。高弘さんまで殺害してしまったのは、遺産を受け継ぐと言い出すのを恐れた高弘さんが和彦さんを殺そうとしたためか。しかし、まだ続きがあるの。これは？これでもう私の果たすべき務めは何もかも終えたと感じております。最後に和彦坊ちゃまにお仕えできたことは私にとっては無上の喜びでした。思えば私はただそれだけを願ってこの島での15年という日々に耐えてきたのかもしれません。目的は果たされました。今は我が人生に一点の憂いさえありません。潔くこの命を絶つ覚悟です。まずい、倉橋さんが。早く探さねと。
うしたのコナン君。あ、蘭姉ちゃん、和葉姉ちゃん。なんかめっちゃ慌ててるやん。顔色変わってんで。大変だよ、倉橋さんの部屋にこんなものが。何これ、倉橋さんの遺書やんか。すぐにお父さんと服部君に知らせないと。うん、手分けして倉橋さんを探すようにみんなに伝えてもらえる？そうね、わかったわ。あ、そうだ、蘭姉ちゃんと和葉姉ちゃんは危ないから部屋にいた方がいいと思うよ。え、でも、そやな、連絡係がおらんと困るやろし、捜索は平次たちに任せとくわ。ほな蘭ちゃん、行こか。うん。和彦さんだ。なんだか様子が変だな。一体どこに行くつもりなんだ。まさか倉橋さんと落ち合うつもりじゃ。後をつけてみるか。話というのは何です？それにどうしてわざわざこんな場所まで呼び出して。あなたのお父様のことよ。父のこと？それは一体。このお墓、あなたのお父様のものだわ。あなたは覚えていないでしょうね。お父様の捜索が打ち切られたあの日、あなたは香港で身寄りのない子供になっていた。ちょっと待ってください。あなたは一体。私なのよ。お母様の遺骨を抱えて助手席にうずくまっていたあなたをカオルーンの国際空港まで送り届けたの。お父様の遺骨よ。あなたが今朝いなくなっていたのは。これを探していたの。ここへ来てあなたを見た時からずっと。どうして言ってくれなかったんです？確かめたいこともあったから。ええ、でもそれももう済んだわ。やっぱりこれはあなたには渡しちゃいけないものみたいね。ねえ、あなた一体何者なの？ねえカザちゃん、やっぱりみんなで探した方がいいんじゃない？そやかて仕方ないやん。平次もランちゃんのお父さんも姿が見えへんねんもん。でもコナン君が。大丈夫やて、あたしらもなんかせんと。いつまでもじっとしてなんかおられへんわ。それはそうだけど、メイリーさんみたいに強ならんと、いつまでも平次の足手まといのままやもん。カズハちゃん、わかったわ。私たちで倉橋さんを連れて帰りましょう。そや、その息やて。メイリンさんがピストルを。やべ、止めないと。どうして。悪いけど15年前には空港はもう移転済みでカオルーンにはなかったの。
聞いたことない？世界で一番着陸の難しかった空港のこと。あなたは当時11歳だったはずよ。わからなかったとは言わせないわ。まいったな。僕をはめたってわけか。あなたはペラペラと喋りすぎたもの。自分と倉橋さんの関係、15年前の事件のこと、そう、まるで暗記したみたいにね。あの告白の後、すぐに席を立ったのも、詳しいことを聞かれてボロが出るのを防ぐため。そうじゃない、誰かさん。見直しましたよ、あなたの風水を。しかし言っておきますが、僕は犯人じゃない。そんな物騒なものを向けられる言われはないと思いますけどね。さあ、どうかしら。あ、見つけた。ねえ、倉橋さんが帰ってきたみたいだよ。倉橋が？うん、みんなで食事にしましょうって。今日は朝ごはん食べてなかったもんね。僕お腹空いちゃった。じゃあ急いで戻らないと。聞いてたの、坊や。え、何のこと？まあいいわ、私たちを探しに来てくれたのね、ありがとう。やれやれ、なんとかこの場は収められたな。しかし和彦さんは本物じゃなかったのか。なるほど、それで納得がいくぜ。だがそうだとすると、推理はまた振り出しに戻されちまう。それとメイリンさんのあの洞察力、あれはどう見たってただの風水師の勘じゃねえぜ。お、工藤、何か分かったか。現場にあった凶器とメイリンさんのナイフとはやっぱり一致せへんかったわ。あの人一体何者なんだ。メイリンさんの正体か。ようもな、うまく化けたもんやな。
ピストルを携帯し、15年前の謎を追う女。あの調査資料は一般人が手に入れられるものじゃない。そして当時、両親を亡くした和彦さんを送っていった人物。殺人事件に絡んでいないとすれば、可能性は一つしか残らねえよな。そや、あの風水師の姉ちゃん、どうやら香港の刑事みたいやで。それなら墓地の話ともつながる。15年前の事件の謎を追って、かつての上司であるヤンの元に潜り込み、チャンスを伺ってたってわけだ。ところで服部、倉橋さんのことなんだが。倉橋さん？なんだ、蘭たちから聞いてねえのか。おうてへんで。俺は手がかり探してずっと外を歩き回ってたからな。そうか。いや、実はな、和彦さんは真っ赤な偽物だったんだ。なんやと？そういうことやったんか。なるほど。これで欠けてたピースがうまくはまったっちゅう感じやな。よっしゃ、ほな、また泣くど。おい、服部！ちっと思いついたことがあるんや。思わぬ時間を食っちまったが、とにかく倉橋さんを探さないと。外で見つからなかったってことは、まだこの館のどこかに。何？事件の犯人は倉橋さんだと？でもって自殺しそうだから手分けして探せた？うん、平次兄ちゃんがそう言ってたよ。執事のじいさんが館の中にいるってのは間違いねえ。外じゃ見つからなかったみたいだから、きっとお家の中だよ。確かに館の外じゃ見かけなかったわね。ねえ和彦君。いよいよラストスパートってわけだ。しらみつぶしに当たっていこうぜ。そうか、犯人は倉橋さんだったのか。